英仏教商の締結を記念する絵はがき、ブリタニアとマリアンヌが手を取って踊っている。英仏教商は1904年4月8日にイギリスとフランスの間で調印された外交文書及びそれによる英仏間の外交関係である。言語の意味は有効的な相互理解を意味する。これにより両国の植民地政策の対立は解消され、 中世の100年戦争以来の数百年にもわたった英仏間の対立関係に終止符が打たれた。この条約の起源は1881年3月にブルトイユ城で行われたフランスの政治家レオン・ガンベタとイギリスのウェールズ公、アルバート・エドワード王子との会見に遡る。ウェールズ校が1901年にエドワード7世として即位すると彼は両国の対立解消を望み、 フランス外相のテオフィル・デルカッセとイギリス外相の第5代ランズダウン公社科ヘンリー・ペティ・フィッツとの間の交渉を仲立ちした。この間、イギリスによるアフリカ大陸重関政策とフランスによる横断政策が交錯したことによって生じた小競り合いがファショダ事件である。元々の英物の国力差に加えてブーランジェ事件やドレフィス事件などの不祥事により、 軍への不信感が増大していたフランスが譲歩し、対外積極政策に批判的な国内世論に配慮した。結果としては、イギリスの政策が貫徹されたが、イギリスもまた、南アフリカで、防和戦争で苦戦を強いられたため、かねてより勢力に陰りを見せていた大英帝国の一、今時代は終焉を迎えることになる。このため伝統的な、栄光ある、孤立政策は放棄され、 極東においては、ロシア帝国の脅威に備えるために、アジアで初めて立憲政治を確立し近代化を果たした、大日本帝国との日英同盟を締結した。さらに、産業革命を迎えて工業化に成功し、次第に台頭しつつあった、新興国のアメリカ合衆国やドイツ帝国、特にビルヘルム2世が申請を開始して、以降は、新航路政策と呼ばれる。 積極主義を掲げたドイツに対抗するため、ヨーロッパ情勢における英英物の接近は急速に進展していった。協定は最終的に第五代ランズダウン校とフランスの中英大使、ポール・カンボンにより1904年に調印された。協定では、エジプト、モロッコ、マダガスカル、タイ、西アフリカ、中央、アフリカそしてニューファンドランド沖の漁業権についての 権益が取り決められた。これらに加え、イギリスが支配していたスエズ運河の自由通行権も明記された。1905年に発生したタンジール事件において現状の変更を求めたドイツに対して、イギリスがフランスを支援したのは、この協調によるところが大きい。また、サラエボ事件から第一次世界大戦勃発に至るまでの外交においても、イギリスは常に、 フランスを支援し続けた。英仏協商とフ仏同盟に後に締結される英路協商を合わせて、イギリス、フランス、ロシアの関係を三国協商と言い表す場合もある。英仏海峡トンネルを走るユーロスターの終着駅で、あるロンドンのウォータールー駅とパリの北駅には、両国の国旗とアンタンとコルディアーレの文字が掲げられている。2004年には、 調印百周年を記念して様々な行事が行われた。ありがとうございます。